はい。えー、では、IH 電磁調理器について、まあ、一つね、また、お話をいただきました。えっ、ー、と、私は5年ほど IH を愛用しております。えっ、ー、と、アムウェのポータブル式、一口を2台、あ、こういう風に一口のやつは2台並べてるんですよね。えー、理由はいくつかあります。主に5つということです。1、転勤が多いんですね。転勤先のガスでガスコンロを変える必要があり、2台持ちする必要があり。 えっとね、IH の、その、なんですかね、えー、機器を持っていると、携帯用のやつです。持っていると、引っ越し先でもすぐに調理ができるってことですよね。あの、ガスの場合、ガスを開けてもらうために、ちょっとね、在宅していかなくちゃいけなかったり、手続きが必要だったり、すぐに使えるわけではないっていうことが、まあまあまあ,あるわけですよね。はい。二つ目、火事の危険性が少ない。えそうですね。火事はね、データを取ってみると、15倍ぐらい IH はあ、ガスに比べて安心ということでございますね。やっぱりそれも一つのポイントだと思います。 3つ目、温度設定ができて、調理やお湯など便利。おお、赤ちゃんのミルクを使うときも便利だし、揚げ物も温度が保てて良い。あ、確かに、ね、電磁調理器の場合は、温度設定ができるんですよね。で、ガスの場合は、ガスのね、弱火、中火とかね、弱あの強火とかでも本当にね、経験がものを言うんですよ。でも、電磁調理器って、ガスに比べると経験がなくても上手にできるんですよね。で、3つ目、温度設定ができて、えー、あ、えー、と、何だろうな。4つ目、 調理中寒くない。暑くない。ああ、そっかそっか。はい。 えー、電磁調理器はね、確かに熱くないです。その鍋だけが温まるんで、あの、温度がね、空気中を温めないんですよね。で、火を使わないため、足元に扇風機を回して調理していきます。そうそう、生活環境豊かになると思いますよね。で、お掃除が楽というのが5点目ですよね。確かにこういうふうなね、メリットはたくさんあります。あの、デメリットも当然あるんですよ。そしてメリットもあるんですよ。それで、自分の暮らしにはどっちが合ってるかなっていうふうな形なんで、一人一人状況違いますんでね。だからね、やっぱりこう、これは避けないといけないなと思うのは、自分の 経験ではこうだからあなたもそうなんですよっていう風な論理の押し付けとかねやっぱり一人一人環境違いますし一人一人あのいろんなものが違いますから自分はこうだよと自分の成功例は他の人に当てはまらない可能性が強いってことはねこういったことでも感じないといけないかなと思います中にはね自分の考えに同調しないからなんか嫌いになる攻撃するみたいな方もいらっしゃいますけどもそうではないんですよみんな考え方が違うのに仲良くできるところが人間の知恵とかね、えー、包容力とかまあ優しさとかっていうものではない かなと思いますよね。はい、電磁さん電磁波のことについては賛否両論ありますが、私は便利を上手に使いたいと思っています。下の子は離乳食の時電子レンジを使ってお粥ができるお粥クッカーに大変お世話になりました。哺乳瓶の消毒もレンジでできます。便利をうまく使って生きていきたいと思います。はい、えっ、ー、と写真もいただきましたけどもね、ガスコンロの上に IH をこう2台置いているって形ですよね。 うんまあ、いろんな考え方があると思いますし自分の暮らしとか生活スタイルとかね所得に合わせて。 まあ便利に使っていって、えー、最適化っていうんですけども自分の暮らしを最適化していただければなと思いますよねもちろん電磁調理器が大好きな人電磁調理器を安心だと思って使ってる方電磁調理器は危険だまあガスの方が安心なんじゃないかなと思う人火災のリスクとかあの電磁波におけるリスクとかねいろんなこう考えがあると思いますし、まあ、いろんなね思い込みも人はあると思いますうんそれぞれを特に非難するつもりはありませんしそれは起きるのはしょうがないことです当然のことだと思いますんで肝心なのは自分と 違う考え方の人をきちんとね認めててあげるってことだと思うんですよで認めた上でそれに乗っかるのかそれとも自分は自分の考えでいくのかってこれはもう個人みんなね思想の自由がありますからねそして違った考え違った思想の人が仲良くできるっていう風なところにね我々は攻撃の矢を向けるんではなくて知恵とか愛情を向けていきたいなと思っておりますそれでは失礼します。